にぴったりの依頼が入っております。リーウェコー機産長の候補であるタイさんより冒険者協会に人手を借りたいとの依頼がありました。具体的には何をやるんだ？鉱山で働く仲間を見つけ出してほしいとのことです。人探しか？よし、オイラたちの得意分野だな。はい、旅人さんの実力なら問題ありません。具体的な依頼内容は直接会ってお話しするそうです。もしこの依頼を引き受けてくださるのでしたら、不当付近にいるタイさんにお声掛けください。おう、俺に何か用か？ん？ひょっとして教会から来た冒険者か？え？わかるのか？その格好と顔つきを見れば相当なやり手だっていうのがすぐにわかるさ。ふふん、なかなか見る目があるな。この業界にいると鑑定の仕事も多く任される。石も二人とも少し待っててくれ。もう一人の助っ人がそろそろ来るはずなんだ。ちょっと待てよ、仕事はオイラたちに頼むんだろ。正直なところ今回の一件はかなり厄介なんだ。おいおい、他の人にも頼んだのかよ。おじさん、オイラたちの腕を舐めてもらっちゃ困るぞ。お前たちはまだ詳しい事情を知らないだろう。今回の一件は鉱山で起きたことでな。しかもただごとじゃない。それに鉱山に事故はつきものだ。だから念のためこの業界の専門家にも依頼したんだ。鉱石鑑定や地質分析とかは冒険者には荷が重いだろ。専門家を連れていくのもいざという時のためさ。それに俺が見つけた人は玄人中の玄人。どんな俺の見立てではあの人は世界で一番鉱石に詳しい。そんな専門家を知ってたら依頼しない手はないだろう。ちょっと待て、世界で一番鉱石に詳しい人はその人じゃないと思う。どうしてだ？だって一番詳しい人はオイラたちの友達にいるからな。へへん、上には上がいるってのを教えてやるぜ。勝利はきっと砲弾を聞いてると思うぞ。砲弾師のところに行けば会えるはずだ。前回の続き、岩王帝君は見つけたぞ、勝利。ん？お前たちも講談を聞きに来たのか。なかなか粋な心がけだ。いや、オイラたちは勝利を探しに来たんだ。時間ならあるが。地質と鉱石に詳しい人が必要なんだ。地質と鉱石？この大陸中を探し回っても勝利より詳しい人なんていないはずだろ。その依頼人が世界一鉱石に詳しい専門家を見つけたらしいんだけど、テイワットで一番詳しいのは勝利だってこと。ふん、なぜそうも他人と比べたがる？そんなんじゃないけど。
ただタイガン勘違いしてるから、だからオイラは あいつに分からせてやろうと。そういうことなら一緒に行っても構わない。本当か？先に断っておくが、俺は多少知識があるとはいえ、世界一と言えるほどこの道を極めているわけではない。知識の海には果てがない。見聞を広めることはいいことだ。俺がいればお前たちも安心できるのだろう。それにもし本物の専門家に会えるのであれば、俺も切磋琢磨するのにまたとない機会だ。そんなに謙虚にならなくてもいいと思うけど、とりあえず勝利が同行してくれることになったし。はいくら稼いだ？ここにあるのは全て手元その人がお前たちの友達か？そうだ、この先生こそが世界一鉱石と地質に詳しい人だ。大げさだな、多少その道に覚えがあるだけだ。俺が見つけた人も絶対に引けを取らないと思うぜ。まあここで言い合ってても拉致が開かない。彼が来たらその目で確認してみるといい。ここでいいんだっけか？お、来たか。紹介しよう。俺が見つけた助っ人、クンジュだ。クンジュ、こっちは冒険者協会から来た冒険者で、こちらの先生は、往生堂の格系、勝利先生。その名前、俺も耳にしたことがあるぞ。聞くところによると、知識が豊富で、才能あふれる方だとか。その顔どこかで、もしかして往生堂で会ったことが。いや、でも僕は往生堂に行ったことがないし。タイ、早速試してみないか？そう言われてもどう比べたらいいのか。じゃあお前たち二人で勝負の内容を決めてくれ。勝利が勝ったら勝利に手伝わせる。逆にもし勝利がって勝負いいですよ、望むところです。臆することなく望むか、いいことだ。あなたを一目見た時からこの業界のクロートだとお見受けしていました。でも僕より上かどうかは試してみないと分かりませんよ。なんだか偉そうだぞ。本当のことを言っただけです。それに僕にはこれくらいしか取り柄がないですから。つまりクンジュ殿は鑑定士なのか？いえ、そういうわけでは。実はその記憶が曖昧で、リーユエコーに何をしに来たかもよく覚えていないんです。あれ、僕が石を持ってるのを見て彼がいくつか質問してきたんです。それに答えたらここに来るようにと。そんな曖昧な状態で来たのかよ。俺がリーユエコーに来る途中、クンジュが何か言いながら石の手入れをしている姿を見たんだ。石についてすごく詳しそうだったんでな、気になって質問したんだよ。そしたら甲府の俺よりも石に詳しいと来た。で、やることがないんだったら俺のところに手伝いに来ないかと誘ったってわけだ。でも記憶が曖昧なのに大丈夫か？そこまでひどいわけじゃありません。それに石のことなら必ずお役に立てると思います。勝利先生、この石を見てどう思いますか？ふん。この石は外側が滑らかで、表面のひび割れは火山の噴火によるものだろう。俺の考えに間違いがなければこれは他国の石だ。なかなか鋭いですね。それもただの石ではない。殻が薄く線が黒い。おそらく中には良質な水晶鉱が入っている。ご名答。この石は火山の周りにあったものです。
市場で見つけたので買いました。売り手はこの石の価値に気づいてなかったみたいですけどね。もちろん純度や質の高さだけでは珍しいものとは呼べません。お宝と呼べるような価値の高い水晶はその中に水や砂金を含んでいるんです。この石の中に隠されている水晶は形をなす際に水を含んだようです。水が夜の山々の満月のようにそこに隠され、空を映しながら流れ動く非常に珍しいことなんですよ。そんなに詳しく、まるで直接見てきたみたいな言い方だな。オイラたちをからかってるんじゃないよな。だってまだその石の中身を見てないだろ。いや、彼が言ったことは事実だ。水晶はそのほとんどが高温環境で生成される。高温と水は相性が悪い。そのため水入り水晶は貴重な品だ。そしてこの水晶が含んでいるものはおそらく鉱山の湖の水。勝利までそう言うなら本当なのかも。勝利先生のような目を持つ方に会うのは初めてです。僕よりも詳しい。石の中の様子をどうやって知ったんですか？見識を深めていけば自然とわかるようになる。大したことではない。君主殿もあまり気にしないでくれ。いえ、そんなことないですよ。これも何かの縁です。ぜひ僕とお友達になってください。タイ、勝利先生を一緒に連れて行くべきです。僕を信じてください。彼はすごい目利きの持ち主です。こんな人一生に何人も会えないですよ。わかった。人が多ければそれだけ力になる。全員俺と一緒に双眼巨炎の鉱山まで来てくれ。行方不ここが事件の発生現場だ。6日前、俺と何人かの仲間で外の用事を片付けにここを離れたんだ。そしてその用事を済ませて帰ってくると、留守を任せていた仲間のうち4人がいなくなったと聞かされてな。仲間と一緒に鉱山のあちこちを探したんだが見つからなかった。その上手がかりすらも見つけられず、今回依頼を出したってわけだ。つまり鉱夫が4人行方不明ということか。そうだ。もともと俺らは10人いたんだ。行方不明になったのはアリュー、銀代、銀次、ショウモ、みんな俺と一緒に仕事をする甲府だ。この種の仕事に携わる人間は体つきのいい青年が多い。その4人の甲府だが、他の鉱山で鉱石を掘っている可能性はないと思う。ここ一帯に宿はない。それにここに来た時、他に採掘中の鉱山は見当たらなかった。こんなに大きな鉱山を全て探したんですか？ああ、まんべんなくな。井戸の底も探した。残すは地面の下くらいだ。でも4人の人間が穴を掘って地底にいるとは考えにくいだろ。現場を詳しく調べてから結論を出そう。ああ、わかった。俺はここで待ってるから、好きなだけ調査してくれ。もし何か手がかりを見つけたら俺に。4人の人間が突然消えるなんて、さすがにおかしいぞ。それにここから離れた場所に行った可能性だってあるよな。おい、あれ見ろ。上着とズボンが散らかってる。この鉱山にある生活用品は態度のたちのものだろう。
1、2、3、4。はあ、間違いない。上着とズボンそれぞれ10着ある。これって着替え用の服だよな。ほら、タイが着てるのと同じだし。ということは、行方不明の4人は6日も服を変えてないってことか。あと顔を洗う石鹸とタオルがあるな。あ、それにこれは道具とかを入れとく作業カバンだ。洗顔用の備品に採掘用の装備か。ってことは荷物を持たずに出かけたのか。ふん。それはない。採掘用のツルハシが4本なくなっている。つまりそれだけは持って行ったのだろう。それらの道具を持っていく余裕はあったのに、生活用品を持っていく余裕がなかったとは考えにくい。一体どんな状況になったら生活用品を持たずに道具だけを持って出かけるんだ。一つ、彼らは近くで作業をしていたため荷物を持つ必要がなかった。しかし未だに誰も帰ってこないところを見ると、この二つ、もし彼らが意図してここを離れたのではないとしたら、荷物のことを考える余裕がなかったのだろう。え？その可能性は低くない。真相を知るためにはさらなる手がかりが必要だ。自分たちから出かけたんじゃなくて誰かに連れ去られた。このか、とりあえずこの辺りで手がかりを探してみよう。ああ、ちょうどよかったです。何か発見したのか。ここに鉱石があったのですが、もしかすると何か手がかりが見つかるかもしれません。鉱石？その鉱石が行方不明と関係があるのか。それは確かめてみればわかります。少し待っててください。見えました。4人の大人、それと子供のような人影が鉱山を離れていきました。子供？どうして鉱山に子供が？僕にも分かりません。それに見えたってどういう意味だ？ああ、それは文字通りの意味です。誰にも言わないでくださいね。自分でもおかしいことは分かってるので、誰にも言ってなかったんです。実は僕、鉱石の記憶を見ることができるんです。推測や予想ではなく、見えると。さっきみたいに石に手を当てるだけで分かるのか。はい、僕からすれば鉱石にも記憶があるんです。鉱石たちは周囲で起きた出来事をたまに記録していて、僕は触れることでその記憶を見ることができます。すごいな。じゃあ何でも知ることができるんじゃないか。それは石の種類にもよります。鉱石の記憶能力には差があるんです。鉄鉱石や白鉄の塊など一般的な鉱石だと記憶がぼやけていて、一方石箔や水晶の記憶能力は高く、記録できる量も多くて鮮明です。石を目に、実に興味深い。
これは非常に珍しい能力だ。タイ殿がクンジュ殿を誘ったこと、実に皆さんのお役に立ててよかったです。多分彼らはこの道をまっすぐ向かったのだと思います。来たか。この道に沿っていけば鉱山を出ることになる。彼らは北へ向かった。この手がかりを記録してタイに。ここの労働者か。ああそうだ、行方不明者の件で調査しに来たんだろ。頼む。一体何が起きたんだ。あの日は空が暗かったのを覚えてる。頭が何人かの仲間を連れて外に用事を済ませに行ったんだ。俺と他の4人の仲間は鉱山に残って作業をしていた。その時俺は少しだけサボってたんだ。でも少しだけだぞ。一番奥のテントで俺は寝てた。そして目が覚めると跡形もなくみんな消えてたんだ。少し前まで普通に話をしてた奴らがと、まさか今度は俺の番なんじゃ。テントにいた人間は失踪を免れ、外で作業していた者だけが失踪したか。もしかすると作業区域で何か起きたのかもしれない。え、そんな。作業区域で何か起きた可能性がある。手がかりも結構揃ったし、タイに報告しに行こう。帰ってきたか。調査の結果はどうだった。近くで手がかりを3つ見つけた。1つ、ツルハシが4本なくなっていたが、生活用品は1つも減っていなかった。つまり皆自発的に出て行ったのではなく、誰かに連れ去られたということになる。誰かに連れ去られた。でも一体誰がそんな。2つ、鉱山にはもともと5人の鉱夫がいたが、1人は仕事を怠け作業区域を離れて寝ていた。彼が起きると仲間は全員失踪していたという。作業区域にいた人が消え、休憩区域にいた人は無事だった。つまり事件の発生地点は作業区域だ。そういえば確かにアコはサボっていたと自分で言ってたな。まさか誰かが作業区域に入ってあいつらを連れ去ったのか。俺が言いたかった最後の手がかりがそれだ。クンジュ殿のある調べにより、彼らは一人の子供によって鉱山から連れ出されたことが分かった。子供？この近くには住んでいる人なんて少ないし、ましてや子供が鉱山に来るなんてありえない。でも本当にそうみたいなんだ。4人とも子供と一緒に出て行った。それで一体どこに。俺たちの調べによると、彼らは道に沿って北へ向かった。鉱山を出て遺跡の方へ行ったのだろう。北か。よし、今すぐ人手を集めて探してくる。調査のことを全部丸投げにしてたんだ。探すのは俺と仲間たちでやる。善は急げだ。まだ追いつけるかもしれない。待て、事件が起きたのは6日前だ。たとえ彼らが歩きだったとしても、すでに遠くへ行っているだろう。で、それもそうだな。なら俺は仲間たちと一緒に北へ続く道を進み、その近くに住む人たちに何か知らないか聞きに行こう。鉱山を離れれば宿にできる民家の数は限られてくる。この調査は俺たちに任せてくれ。みんなには引き続き手がかりの調査を依頼したい。二手に分かれ、途中で会うことがなかったら明日の晩に防御旅館に集合しよう。いいだろう。それじゃあ俺は仲間たちと先に行ってる。今の状況をまとめると、オイラたちは引き続き調査をして、タイたちは付近の住民に情報を聞く。これで。ああ。でも鉱山にはもう手がかりがないよな。待て、クンジュ殿がいない。え？あ、本当だ。クンジュのやつまだ調査してるのか。
手がかりはもう見つかったろ。ごめんなさい。実は個人的に沈流石と呼ばれる玉石を探してまして。沈流石？沈流石は一般的に鍛造に使われる鉱石だ。なぜ？わかりません。ごめんなさい。理由は僕にもよく。ここ最近頭がぼんやりしていて、名前と住所以外何も思い出せないんです。正直何かやるべきことを忘れている気がして、今もずっと焦燥感に駆られてます。あ、オイラもその気持ちわかるぞ。何か忘れてるのにそれを思い出せないってか。はい。一体どこへ行けばいいのかもわからず、僕はブラブラと歩いていました。そしてある日、市場で買い物をしていたところ、沈流石のことを話す声が聞こえてきたんです。その言葉はすごく聞き慣れたもののように感じました。僕がやらなければならないことがその意思と関係してるような気がして、だから探しているんです。もしかしたら石を手にすることで自分が何をしようとしてたのか思い出せるかもしれません。なるほど。この旅の途中、俺もその石のことを心に留めておこう。本当ですか？ありがとうございます。勝利先生は本当にお優しい方ですね。大したことではないから気にするな。それじゃあそろそろ出発するか。ああ、双眼巨炎から北へ向かえばレイク館にたどり着く。彼らがこの道を進んだのなら道中必ず痕跡があるはずだ。よし、じゃあ行ってみよう。相手を間違えたな。ここに手がかりがあるぞ。
きっとあの甲府たちが残したものだ。レイク館の出口に向かおう。そこに足跡がなければ彼らはまだレイク館の中にいることになる。もし新しい手がかりを見つけたらそれをたどろう。どうやらレイク館を通過してさらに先へ行っているみたいだな。足跡を追えば彼らの行き先が分かるはずだよな。ここで途切れてる。付近の人に聞いてみよう。もし甲府たちがここを通っているのなら誰か見ている者がいるかもしれない。邪魔だ邪魔。雲を見てるん。このしょうがない。おりゃ、この辺りで甲府の格好をした人を見なかったか？ええ、見たわよ。四五日前だったかしら。何人かここを通ったわ。カゴを背負ってツルハシを持ってたわね。そうそう、それだ。四五日前。どうやら彼らの歩く速度は予想よりも遅いようだ。あの人たちすごく変わってたわ。4人の大男が眠そうにぼーっとしててね。先頭には子供がいてゆらゆらーって。その子供の姿ははっきりと見たか？ちらっと見ただけだけど、青い髪で背が小さかったわね。多分女の子だったわ。それにその子すごく真剣な表情をしていた。
少しも笑うことなく。彼らが歩いたのはこの道か？そうよ、ここから先へ向かったわ。オイラたちも。この魔物たちですが、気性が荒く横を通っただけで襲いかかってきたんです。助けてくれてありがとうございました。私は遠玉リーウェ聖路町に所属していて、文化遺産の研究をしてます。ああ、候補じゃなかったな。候補？オイラたち4人の候補を探してるんだ。みんな背の高い大男で採掘に使う道具を持ってる。あなたが言うその人たち、私見たかもしれません。本当か？はい、一昨日のことです。南天門からレイク館へ向かう途中、反対側から一人の子供と何人かの大人が歩いてきたんです。それが急いでいたのでよく見ていませんでした。顔の特徴とかは覚えてません。ごめんなさい。いや十分だ、感謝する。お役に立てれば幸いです。これから学術会議に参加する予定がありますので、私はこれで。助けてくださってありがとうございました。さっきの学者によれば、甲府たちは南天門の方へ行ったみたいだな。でも同じ人たちかどうか分かりませんよ。子供と大人のグループなんてめったにないだろう。え？じゃあ。あそこの石を見てください。おお、その手があったか。多分使えそうです。試してみますね。間違いありません、同じ人たちです。クンジュ殿が石から記憶を読み取るところは何度見ても興味深い。こんなことは普段何の役にも立ちませんが、勝利先生にそのように言っていただけて光栄です。クンジュはオイラたちのコンパスだな。お前のおかげで迷わずに進めそうだ。そうですか、同行した甲斐がありました。うん、この感じ事件を捜査しているみたいで面白いですね。それは結構だが警戒も怠るな。
4人の成人男性がほうけながら連日子供の後ろをついていき山を越えている。これははい、その通りですね。勝利先生は実に慎重なお方だ。それとあの学者を襲ったベビービシャップだが、あそこまで攻撃的な魔物ではなかったはずだ。ここに至るまでに様々な手がかりを入手したが、それらと一体どんな関係が。甲府たちは一昨日南天門へ向かった。ここから行くには険しい山道を通ることになる。仮に彼らの目的地が南天門ならば追いつける可能性もあるだろう。おう、すぐに出発しよう。先ほどこの近くに印を残しておいた。万が一タイ殿が追いついてきたら印をたどって俺たちを見つけられるだろう。